結構文春とか新潮が発売で買ったんですが、特になかったですね。宝塚の話がね。ネットニュースとかだと、阪急阪神ホールディングスはグループ内における危機管理体制強化に向けリスクマネジメント推進室っていうのを4月1日付で発足させる。阪急阪神にってことね。なるほどなるほど。同社は鉄道不動産エンターテインメントなど幅広い事業を抱えており、危機管理を横断的に行う体制を整える狙いがある。宝塚歌劇団所属の俳優が休止した問題でグループ全体が批判を受けており、危機管理のあり方が課題となっている。まあですね、危機管理能力はめちゃくちゃ甘かったとは露呈しましたからね。新設されるリスクマネジメント推進室は、島田康夫社長直轄として、室長には現在人事総務部長などを務める。野村芳文執行役員が就任する。今後部署の規模などの詳細を詰める。阪急阪神ホールディングス危機管理を専門に扱う部署が発足するのは初めて。まあそれもどうかなと思いますけどね、初めてっていうのもね、こんなでかい会社でね。まあ今回のそのあるいはキーザの事件があってってことでしょ。推進室について同社は幅広い事業を手掛けており、新たな問題の発生を防ぐだけではなく、問題が発生した際、それが関係の薄い他事業にも波及することを抑える狙いがある。そしてサイバーテロなどグループ全体における情報セキュリティ強化も手掛けると。なんかサイバーテロね、まあ、でもあんまりサイバーな仕事をやってるようなイメージはあんまないですけどね。古くからあるような、仕事をやってるイメージですけどね。不動産とかね、鉄道とかね、まあ、あと宝塚とかね、古いやつが多いな。古いのが多いんじゃないのかな。視聴者さんからの、また続きの話ですかね。お疲れ様です。今日のセリカさんの関連の動画を見ました。やっぱりセリカさんの親の行動に関しては人によっては、人によって考え方が三者三様だと思いますが、私が知り合いをパワハラで自殺に追い込んで訴えられた立場だとしたら、私がパワハラしてないって主張したとしても、私の親は、高確率で相手がパワハラって受け取った以上パワハラになるから謝りなさいって言われると思います。親にパワハラは相手がパワハラだと受け取ったらパワハラになると教育されましたので、また悪いことをしたら早く謝った方がまだ社会的信用が下がらないという親の考えからだと思います。なので親は子供がかわいそうと思うのは当たり前だと思いますが、甘やかしすぎたと思いました。謝った後にいくらでもフォローすれば良いのではと思います。謝り方なんじゃないのかなと思いますよね。まあいろいろなの見てると、謝ったことによって認めたって話になる可能性があるんですよね。宝塚側ですかは、そこの初動はミスってるかなと思ってるんですよね。全然もう事実無根ぐらいに手突っぱねたじゃないですか。あれ言い方だったと思うんですよね。まず自分とこの生徒がね、一応遺書的なものを残して自殺してるわけですから、そこを徹底的に調査いたしますとか、まずは否定するんじゃなくて、このような事態に至ったことはまず深く謝罪いたしますということで、この件につきましては徹底的に調査させてくださいっていうところで抑えりゃよかったですけど、最初から全面否定じゃまずかったのかなと思います。で、セリカさんにしても果たしてどういう風なことになってるか分かんないですよね。逆、もう表に出てこないですからね。取材の中で聞こえてくる話とかネット上で聞こえてくる話でしかないので、まあ何がどうなのかっていうのは本来は分からないので、何とも言えないっていうのは本音ですけどね。謝罪が遅い劇団もちろん悪いのですが、遺族のみならず公演もイベントも潰されて、空組内外に迷惑かけたのは事実ですので、署名活動はおかしいと思います。署名活動するのではなく、文春と新潮名誉毀損で訴えたらいいと思いますと。文春と新潮とか名誉毀損で訴えるのは相当ハードル高いと思いますよ。あそこの弁護士は慣れてますからね。訴えられ慣れてるし、あとまあ最近よくね、ミヤネ屋なんかでも言ってる真実相当性っていうのが保護されるんですよね。こういうところってね、話がいくら、まあ、ガセネタだったとか嘘だったとしても、取材をした結果こういう風な話になったんですよってなると罪に問われないっていう法律があるんですよね。だから名誉毀損にならないパターンが今多いじゃ多いですよね。取材したんでいろんな人の証言を受けて、書いたことです。セリカトワさんと
松風明さんが、ね、パワハラをしたという証言を、数多くの証言を受けたので書きましたと言えば、まあまあまあ裁判したところで名誉毀損にはならなくなっちゃうですよ。今の法律上では、民事上ではそうなっちゃうから、あんま訴えるのはあんま意味ないですかね。瞬間新潮とか文春、本来であれば宝塚は訴えてよかったと思うんですよ。宝塚だったり阪急阪神ホールディングスだと文春を訴えてもよかったと思うんだけど、訴えなかったなっていうところもあったんですけど、なんで訴えなかったんだろうなと思うけど、個人でセリカさんのところが、セリカさんの家が文春を訴えるっていうのはあんまり得策ではないですね。ただ署名活動が果たして正しいのかというと、まあそれもわかんないけど、どうなんですか、今までのこの僕は旗から見てる感覚からすると、やっぱり宝塚の人たちってのは内向きですよね、感覚がね。あんまり外に開こうとしないとか、内向きの中で分かる人だけ分かってくれればいいや的な感覚がある人が多いのかななんて思ってるから、署名活動なんかするのかなと。みんなが見たいって言ってるんだから開催すればいいじゃないっていう感覚もあるでしょうしね、というところで、まあ難しいところですけどね。まあそういうのを含めて皆様方の意見などありましたら LINE お待ちしておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。